始めます。こんにちは、尾形圭一郎です。よろしくお願いします。早速ですが、皆さんはどんなコーヒーがお好きですか？コーヒーといっても浅入りや深入り、エスプレッソやサイフォンなどいろいろありますよね。私はそんな中でもスペシャリティ特有のフルーティーなフレーバーと甘みのバランスの取れたコーヒーが大好きです。バリスタ経験のまだまだ浅い私ですが、3年間ドリップを研究してきました。このカップ一杯に美味しいコーヒーを抽出するには、渋みや雑味といったネガティブな要素を取り除くことが重要です。そんな私にとってハンドドリップとは、そのネガティブな要素を取り除きつつ、ポジティブなフレーバーや酸、そして甘みをしっかりと抽出するのに最適だと思ったからです。今回は皆さんに自分のドリップの研究の成果をお楽しみいただければなと思います。それではコーヒーの紹介に移ります。今回お入れするコーヒーはエルサルバドル、エルデルンボ農園のコーヒーです。この農園はチャラテナンゴ地区の1380メートルに位置します。国内生産量 2% 程度しかない地域ですが、小規模農家による丁寧なコーヒー栽培のおかげで、近年スペシャリティコーヒーの産地では大変大注目となっております。そしてこの農園は他の農園からコーヒーの苗木を譲り受け、始まりはたった1000本のコーヒーの木の栽培からでした。その後、農家の方々のスペシャリティコーヒーへの努力やフェアトレードの認知度の高まったコーヒー業界の影響もあり、少しずつコーヒーの木を増やしていきました。気候、風土に適したコーヒー栽培と合わせ、品質の向上、生産性の向上への取り組みを経て、収穫量の多い農園となり、2020年には COE 入賞も果たしております。今回のこのロットもナショナルウィナー品評会で入賞したものです。そんな高いポテンシャルを持ったコーヒーを、私の研究の成果によって美味しくご提供できればなと思っております。今回使用したグラインダーはディッティング807ラボスイートです。私がハンドドリップで一番大切にしている甘みの部分を、このグラインダーは引き出してくれます。9.5番、粗挽きにしたものをパウダーコントロールで微粉を取り除き抽出していきます。このエルサルバドルの豆から感じるパッションフルーツやトロピカルフルーツのようなフレーバーは非常に素晴らしく、どのようにこの美味しさを引き出すかを私は研究してきました。今回カップを取った時、渋みや塩味が感じられたので、こちらをドリップによって取り除いていきます。そして心地の良い酸やフレーバー、そして甘みを表現できればなと思います。それに最適なのがこちらのカリタウェーブドリッパーです。ウェーブドリッパーはコーヒーの持つフレーバーやスイートネスを引き出すのにとても優れたドリッパーです。そしてこのオリジナルのペーパーもコーヒーの抽出を最大限に活かすように作られております。このウェーブ状のペーパーが
リブの役割を果たし、ドリッパーとの接地面を減らすことにより抽出のスピードを早め、こちらの3つの穴からゆっくりと落ちることによりしっかりと甘みやボディ感を抽出することができます。私がコーヒーを始めたときに最初に出会ったのがこちらのウェーブドリッパーでした。このコーヒーが生み出すマイルドで飲み心地の良い酸とフレーバー、そして甘さのあるコーヒーを自分でも抽出してみたいなと思い練習した日々を覚えております。今回このエルサルバドルを高温で抽出すると渋みやざらつきが出て華やかなフレーバーを損なってしまうため、 A 抽出では83度、 B 抽出では85度で抽出しております。しかし温度を下げたことによりパッションフルーツのようなフレーバーが出にくくなり、甘みだけが強くなってしまいました。しかし何度も検証を重ねた結果、蒸らしの時間を長く取ることによりその明るい酸味がしっかりと出てくるようになりました。今回のエルサルバドルの品種パカマラ種はエルサルバドルのスペシャリティを象徴する品種です。トロピカルフルーツのような甘みを感じ、その後に感じるスパイシーな風味とともにエキゾチックな果実味を感じることができます。温度帯や抽出方法により感じるフレーバーが変わっていくため、感じられるフルーツの種類は実に多岐にわたります。今回ご提供するにあたり選んだカップは折り紙のピノアロママグです。こちらのカップの特徴は飲み口のこのウェーブ状になっていることでフレーバーをしっかりと感じやすくなります。ウェーブドリッパーで甘みやボディ感をしっかりと抽出しつつ、このアロママグでフレーバーをさらに鮮明に引き立てていきます。申し訳ありません。感じるフレーバーはパッションフルーツ、トロピカルフルーツ、質感はシルキー、ロングアフターテイストになっております。失礼します。ビーチスになります。失礼します。マイクから失礼します。ビーチスになります。失礼します。ビーチスになります。
でします。HS になります。はい、ありがとうございます。HS になります。でします。HS になります。それではどうぞお楽しみください。終わります。第13競技者の競技が終了いたしました。審査員の皆様はカリブレーションに入っていただきます。岡田さんお疲れ様でした。どうぞ前の方へお越しください。岡田さんお疲れ様でした。今回アンダー22枠で出場いただいているかと思うんですけど、はい、今は21歳、はい、普段はどのようなことをされてらっしゃるんですか。普段は前去年も、あ、先月まではコーヒー屋で働いてたんですけど、はい、ちょっと今辞めて、はい、なるほど。ドリップを今この大会ちょっと集中しようかなと思って1ヶ月、はい、この大会のためにこうフォーカスして、はいはい、臨んでくださってるということですね、はい、ありがとうございます。そうですね、最初にこうどんなコーヒーが好きですか、はい、っていう問いかけだったんですけども、はい、尾形さん自身はどんなコーヒーがお好きなんですか。濃度感のしっかりあるけどクリーンカップで甘みもしっかりとある結構バランスの取れたコーヒーが。なるほど、はい、そのハンドドリップならでは の、はい、その抽出の液体っていう印象が受けました、はいはいはい、ありがとうございます。おそらくその器具自身もそれほどこう触れれる環境っていうのはなかったのかなとは思うんですけど、はい、このディッティングっていうのはどのようにこう攻略されたというかこう、はい、良さをこう引き出されたんですか。は知り合いのコーヒー屋の人が持ってて貸していただいて、それでちょっといろいろ抽出練習してって感じです。やっぱりそういうつながりっていうのも大事ですね。そうですね、大事、はい、ありがたいですね、はい、ありがとうございます。今日に向けてかなりこう練習積まれたのではないのかなと思うんですけれども、はい、どのぐらい練習されたんですか。ドリップに関しては結構やりました。ちょっとスピーチの方は作るのとかが苦手で、あんまりちょっと急いで時間がちょっと足りなかったなっていう印象で、はい、デオスがもうしっかりとした抽出でプレゼンテーションをしてくださったなというふうに思っております。はい、あと印象的だったのがそのウェーブドリッパーを使ってらっしゃって、はい、そのウェーブによる、まあ、その甘さとボディを引き出すっていうのと、はい、あとカップでその液体が完成するフレーバーを、はい、明るいフレーバーも楽しんでいただくっていうのがすごくいいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。はい、参加ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。